世界一の健康オタク坂庭です。今日はネガティブな考え方をポジティブな考え方にする方法を解説します。あなたはこんなことで悩んでいませんか？ネガティブな自分をやめたい、ポジティブになりたい、自己肯定感を高めたい、承認欲求を満たしたい、そして人生を変えたい、そんな風に思っていませんか？僕はもともと本当にネガティブな人間だったんです。コンプレックスの塊で被害妄想が強くて思い込みも激しかったんですね。20代の半ばになってからネガティブな自分をやめたいなと思ってポジティブシンキングの本を買うようになりました。自己肯定感を高めたいなと思って自己啓発本を買い漁ったんですね。ところがやればやるほど悪化したんです。資格を取って借金350万から起業したものの、借金の桁が一つ増えて3500万になりました。人間関係もボロボロで、親と絶縁をしたり、ビジネスパートナーと音信不通になったり、クレームが増えてスタッフが全員いなくなりました。生まれつき43年間の原因不明な下痢でずっと悩んでいたんですけれども、最後は寝たきりで水も飲めなくなったんですね。ポジティブになりたくて自己啓発をやればやるほど悪化したっていう感じです。自己肯定感が低いというのは、自分はダメだ、どうせ自分なんて、なんで自分ばっかり、こういう状態です。承認欲求が強いというのは、褒められたい、感謝されたい、認められたい、あるいは注目されたい、チヤホヤされたい、モテたい、こういう状態です。これが進行すると卑屈になって恨みつらみが出てきます。バカにされた、見返したい。さらにこれが進行すると無気力で鬱状態になっていきます。何をやっても無駄だとか、自分には価値がない、生きていても仕方がない、死にたい、消えてしまいたい、こういう状態になっていくんですね。ですから自己肯定感が低い、承認欲求が強い、こういう状態を放置しておくと危険なんですね。そこで今日は、今の状態でアファメーションやポジティブシンキングを続ければ続けるほど悪化する理由、そしてどうしたらネガティブな状態からポジティブな状態になれるのか解説していきます。今回も耳の痛い話をします。今日の後半でも話しますけれども、このネガティブな状態っていうのは実は根が深いんですね。単にプラスの言葉を使えばいい、これでは解決しないんですね。かなり根が深いです。もう最後は殺意しか湧かないみたいな、そういう根が深い闇の話になってきます。なので今回も耳の痛い話になりますけれども、本気で自分を変えたい、人生を変えたい、そう思ったら必ず最後まで今日も視聴してください。僕は脳の使い方を通じて収入、健康、人間関係、こういった問題を改善する情報を配信しています。興味があったらぜひチャンネル登録してください。まず今日の結論です。表面的なプラス思考、ポジティブシンキング、これでは解決しません。土台から、根本的な部分から改善するっていうことが大事です。例えば僕はコップに水が1/2、そういう話をよくします。目の前のコップに水が1/2入っていたとしますよね。この状態で僕は以前あと半分しかないと思っていました。飲んだら減っちゃう、飲んだら減っちゃうと。この状態で、いやまだ半分も残ってると思えばいいんだよね。これだと単なるプラス思考なんですね。表面的なポジティブシンキングです。根本的に解決していないんです。その時はあ、まだ半分も残っていると思えばいいんだな、そう思っても根本的に変わってないですから、また1、2週間もするといつもの自分に戻ってもやもやしてきます。時々私の場合どのように思考パターンを切り替えたらいいですか、こういう質問いただきます。そもそもこの思考を切り替えるっていうのも表面的なやり方なんです。大事なのは根本的な部分から改善するっていうことです。根本っていうのは根っこですから、根っこが残っていると雑草と一緒で、いくら表面的にちょこ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 買ってもまたすぐ出てきちゃうんですね。具体的に言うと、ついてるついてる、あるいはピンチやチャンス、どうしてこれでうまくいかないかっていうと、まだついてない自分を確認している作業なんですね。そもそもついてる人はついてるついてる言わないですから、まだついてない人が一生懸命ついてるついてるっていうわけです。言えば言うほどまだ自分はついてない、そういう出来事を引き寄せて、そういう現実を作り続けて、まだついてない、ついてるついてるが足りない、もっとついてるついてる言わなきゃ、1日100回、1日1000回、言えば言うほどついてない自分を確認して、さらについてない現実を自分で引き寄せちゃうんですね。僕も以前ピンチャーチャンス毎日言ってました。言えば言うほどさらに大きなピンチを引き寄せて、どんどん業績悪化して、売上悪化して、借金が増えていく一方でした。こういう経営者本当に多いですね。まあ一家、あるいは採用が馬、こういう言葉で乗り越えてきたっていう方もいます。もうこれも表面的なプラス思考で、単なる対処療法ですから、もうなかったことにしよう、こうやって現実逃避しているのと一緒なんですね。解決しないんですね。おまじないじゃないんですから。それからパワーストーンや宝石、僕も好きですけれども、
自己肯定感が低い、承認欲求が強い、こういう状態で身につけてしまうと、まだ自分は幸せじゃない、まだ自分は豊かじゃない、まだ自分は健康じゃない、まだ夢が叶っていない、こういう自分を確認している作業なので、まだ幸せではない自分を育てていっちゃうんですね。今の自分じゃダメだ、そう言ってるようなもんですから、お互いに褒め合う、こういうワークもあります。これも一時的にお互いの自己肯定感を高めて承認欲求を満たしてるだけですから、またモヤモヤしてきちゃうわけです。以前僕もね、僕のいいところ10個書いて送ってくださいとか、僕の長所どこですかとか、よく Facebook にアップしたり知り合いに聞いたりしてましたけれども、その時だけなんですね。自分の自己肯定感は自分で高めるんですよ。自分の承認欲求は自分で満たすんです。シャンパンタワーの法則、これでうまくいかないっていう方もたくさんいます。特に女性に多いですね。以前30代でこういう主婦の方がいました。幼稚園の息子さんがいて、旦那さんと3人家族です。この女性がある時ワークショップに参加して、シャンパンタワーの法則っていうのを聞いたそうです。どういうものかというと、シャンパンタワーってありますよね。イベントとか結婚式の二次会とか、こうシャンパングラスがねピラミッド状に積んであって、一番上のグラスからこうシャンパンを注いでいくわけです。一番上のグラスを満たしてからじゃないと、下のグラスまでシャンパンって降りてこないわけです。この一番上のグラスがあなた自身ですよと、まずはあなたのグラスを満たしましょうね、こういう発想なんですね。でそれを聞いて、その時はもう号泣したそうです。あ、まず私自身を満たしていいんだ。もともと一人でカラオケに行くのが好きだったり、カフェでお茶をしながら雑誌を読むのが好きだったそうです。ところが子供が生まれてから、なかなか自分の時間やお金が作れない、そういう状態がずっと続いていたそうなんですね。しかも旦那さんが、お前なんかできるわけがないとか、散々言葉で暴力を受けて精神的に参っていたんですね。その状態が続いて、自己肯定感が低くなって承認欲求が強くなっていたそうです。そこであるワークショップに参加して、このシャンパンタワーの法則を聞いて、そうか、まず自分の器を満たしていいんだ、だから一人でカラオケに行き始めたりとか、時々カフェでお茶をするようになったそうです。で、ある時ですね、一人でカラオケに行ってる時に、幼稚園から呼び出されたそうなんですね。息子さんが高熱を出したから、すぐに迎えに来てくれ、慌ててカラオケボックス飛び出して幼稚園に迎えに行ったそうです。その時に彼女が思ったのが、ああ、私のせいだ、私がこんなことしてたからだ、だから息子が熱を出したんだ、罰が当たったんだ、そう思ったそうです。でその後も冷蔵庫が壊れたり、洗濯機が壊れたり、もう真夏にエアコンが壊れたり、で旦那さんの車が壊れたり、どんどん支払いが増えていって、私のせいだ、私のせいだ、でますます自己肯定感が低くなって、現実がこじれていったそうなんですね。で最終的には体調まで悪くなってきた、こういうご相談だったんです。他にも自分よりも下の人を見るっていう方もいます。貧しい国の子供を見たりとか、自分よりできない人を見たりとか、あるいは子供を相手にゲームをしてみるとか、そうすることによって優越感に浸って、一時的に自分の自己肯定感を高めるっていう方もいます。これもやっぱりうまくいかないわけです。逆にメンターや憧れ、こういうものを作ることによって悪化していく人も多いです。僕自身そうでした。このメンターとか憧れっていうのは、自分が現実だとしたら理想の姿ですから、この理想と現実のギャップ、乖離に耐えられなくなるんですね。そうすると鬱状態になっていきます。今の自分じゃダメだ、もっとあの人に早く追いつかなきゃ、あの人に認められたい、褒められたい、どん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 憧れやメンターの存在が遠くなっていて、自分は全然変われてない、このギャップに耐えられなくなります。この写真を貼って眺めるっていうのもそうですよね。コラージュとかコルクボードに写真を貼って眺める、これも同じです。理想と現実のギャップに耐えられなくなります。今ご紹介したものは全て今の自分じゃダメだ、そういう確認作業なんです。やればやるほど悪化するってのはそういうことなんですね。今の自分じゃダメだ、もっともっと頑張んなきゃ、そうやってこじれていきます。ダメな自分を育て続けちゃうんですね。ちなみにこういう状態の人を騙したり物を売るのは簡単です。もう結婚詐欺とかネットワークなんかまさにこれです。僕はもともと行政書士という法律の仕事をしていますけれども、以前金銭トラブルで悩んでいる方の相談を受けてお金の回収をしていたんですね。その中で 20、30 代の女性で結婚詐欺にあってお金を騙し取られたっていうケースも結構ありました。もう騙す手口プロセスが全く一緒なんですね。パターンがあるんです。それから騙される女性も特徴が皆さん一緒なんですね。孤独で友達が少なくて自分の居場所がなくて、非常に真面目な女性たちです。ほとんどお金を使うケースがないので、独身の 20、30 代の方でも結構お金持ってるんですね。人によってはもう半年で5、600万簡単に騙されて、で相手が消えちゃうわけです。
ある女性は依頼をいただいてやり取りをしている最中に連絡がつかなくなっちゃったんですね。その数ヶ月後にその女性のお兄さんという方から電話がかかってきました。実は妹が自殺しちゃったんです。びっくりしましたね。お兄さんとしては思い当たる節がないっていうんですね。真面目で明るくてトラブルを起こすような妹じゃなかったっていうんですね。それで不審に思って妹さんのノートパソコンを立ち上げたら、僕とのメールのやり取りが出てきて連絡をくれたそうです。ネットワークの場合もイベントで一人の女性を狙って仲間という言葉で落とす、もうこれがパターンなんですね。で月末になるとあれ買ってくれこれ買ってくれってセールスが来るわけですよ。仲間だよねと、仲間だったら応援するよねとか、仲間だったら買うよね、こうやって毎月毎月月末になるとセールス来るわけですよ。やれサプリ買え、プロテイン買え、空気清浄機買え、圧力鍋買え。僕は以前起業してまだ間もない頃にある方に相談したことがありました。僕はもともとネガティブなんです。ポジティブになりたくて自己啓発本買い漁って自己肯定感を高めようと思って一生懸命言ったりやったりしてるんですけど、なかなか変われないんですよね。そういう相談をしました。その方に何て言われたかっていうと、そもそもネガティブな自分を否定してる時点でネガティブだからうまくいかないでしょうねって言われたんです。まずネガティブな自分を受け入れるところから始めてくださいねって言われたんです。でも受け入れられます？ネガティブな自分をやめたくて一生懸命ポジティブになりたいのに、その自分を受け入れろって、受け入れられなかったんですよ。このネガティブっていう言葉を借金とか貧乏とか肥満とか病気とか、そういう言葉に置き換えてみてもいいと思います。貧乏の自分を受け入れろ、借金の自分を受け入れろ、受け入れられます？僕は受け入れられなかったんですよ。では解決策です。そもそも今の自分じゃダメだ、そう思っている根底にはどんな思い込み、信じ込み、刷り込みがあるのか、さらにその正体が一体何なのか、そこまで根底的な部分から改善していく、やり直すっていうことです。僢は丸つき43年間慢性的な下痢をずっとしていました。言い換えると43年間根本的な部分に行き当たらなかったんですよ。そこにたどり着けなかったんですね。根本的な部分にいつも表面的なプラス思考でちょこ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 雑草を買っていて、根っこがずっと残っていたんです。まず気づくっていうことが大事です。ネガティブな自分をしていて、どんな思い込み、信じ込み、刷り込みをしているのか、まずそこに自分で気づくことが大事なんですね。あ、だから今の自分じゃダメだ、どうせ自分なんて、どうして自分ばっかり、そういうふうに思い込んでいたんだな。あ、だから自分は褒められたい、認められたい、感謝されたい、そういうふうに思ってたんだな。あ、だから自分はバカにされたい、見返したい、そういうふうに思ってたんだな。ここで初めて自分を受け入れられるんですね。じゃあ今後はこういう自分としてやっていこう、思考が変わるわけです。つまりポジティブになるんですね。ここまでいかないで表面的にちょこ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 やっても解決しないんですね。でこういう話をするとやり方がわからないっていう方いますけれども、自分に問いかけるだけですからね。そこにはどんな思い込み、信じ込み、刷り込みがあるのかな、その根底にあるものの正体は何かな、自分に問いかけるだけですから流れがあるんですね。まず自分の思い込み、信じ込み、刷り込みに気づく、そしてその自分を受け入れる、思考を切り替える、これまでの自分を手放す、そして新しい自分、あるいは本当の自分としてやり直していく、こういう流れがあります。自分を受け入れられるようになって初めて他人を受け入れられるようになるんですね。だって自分を尊重できなかったら他人を尊重なんてできないですから。シャンパンタワーっていうのは本来そういうことでしょうね。この思い込みに気づく瞬間、手放す瞬間、これについてはまた別の動画で解説する予定です。僕はもともとコンプレックスの塊だったので本当にネガティブでした。ですからそういう自分に問いかけて根こそぎやっていくときに、もう暗黒の世界でしたね。このネガティブっていうのは本当に根が深いんです。もう闇の世界ですね。真っ暗です。自分に問いかけて思い込み、信じ込み、刷り込みにどんどん気づいて、根っこの部分まで根こそぎやっていくんです。親との関係、人間関係、過去の自分、全部やり直していくんですね。洗いざらい全部やり直すんです。場合によってはね、殺意しか湧かないみたいな。でもそうやって根こそぎ洗いざらいやるっていうことが大事なんです。今日のまとめです。ネガティブな自分をしている、そこにはどんな思い込み、信じ込み、刷り込みがあるのか、そしてその根底にあるものの正体は一体何なのか、そこまで掘り下げて根こそぎ洗いざらいやるってことです。表面的にねプラスの言葉を使ったり行動を変えても、表面的にちょこ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 雑草を買ってるのと一緒で、根っこが残ってると解決しないんですね。自分でネガティブだな、あるいは自己肯定感が低いな、承認欲求が強いな、そう思った方は繰り返しこの動画を視聴して自分に問いかけて、自分と向き合って根底から土台から自分を変える、ぜひ意識してみてください。その上で
シャンパンタワーの法則、アファメーション、こういうのをねどん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 やればさらにもっと良くなっていきますから、大事なのは土台です。根本的な部分です。ぜひ一緒に根こそぎ洗いざらいやって人生を変えていきましょう。今日の動画いかがでしたでしょうか。参考になったなと思ったらぜひチャンネル登録をして他の動画もチェックしてみてください。そして備考欄には脳の使い方を土台から変えるブレインドリル、そういったリンクを貼ってあります。ぜひあなたの脳の使い方チェックしてみてください。これでダメなら諦めろ。